ラインホルト・ベガスはドイツの彫刻家である。19世紀末ドイツのシンバロック様式を代表する彫刻家である。ベルリン・シェーネベルクで生まれた。父親はユグノを祖先に持ち、プロイセン王室の宮廷画家となったカール・ヨーゼフ・ベガスで、生の綴りをベガス製からドイツ語的なベゴズに改めた人物である。兄弟に多くの画家や彫刻家がいる。最初の教育を ベルリンの彫刻家、ルートビヒビルヘルム・ビヒマンから受け、1846年から1851年の間は彫刻家のヨハン・ゴットフリート・シャドウが校長を務めていたベルリンの美術アカデミーでクリスティアン・ダニエル・ラウヒに学んだ。1848年からラウヒの工房で働き始め、1852年にアカデミーの展覧会で評価を得た。 奨学金を得て、1856年から1858年の間、ローマに留学し、画家のアルノルト・ベックリニやアンゼルム・ホイエルバッハと友人になり、フェルディナンド・シュレートの影響を受けた。シュレートは、ローマで活躍した、デンマークの新古典主義の彫刻家、ベルテル・トルバルセンの影響を受けた彫刻家である。1861年に、ザクセン大公国に招かれ、 1860年に創設されたバイマルの美術アカデミーの教授に任じられた。友人のアルノルト・ベックリンやフランツ・フォンレン・バッハも教授を務めていた。ベガスは1863年までバイマルで教えた。あと、ベルリンに戻った。1863年から1864年に再びローマに滞在し、1869年と1870年はローマ。 パリで働いた。その後はベリリンであるジに働いた。1883年にプロイセン政府からプールルメリット勲章を受訓した。ありがとうございます。